ある。高等学校吹奏楽部と OG の皆さんです。大阪国際滝井吹奏楽部は10年以上にわたり四天王寺ワッソに参加しています。古代日本の最盛期であった。仏教は国に保護され、聖武天皇により東大寺の大仏が建立された。国際交流も盛んに行われ、多くの留学生や僧が遣唐使として派遣された。東アジアだけでなくシルクロードを通じ、家の人たちだと思います。
700年ほどのうち、1392年に建国され、500年以上も続いた朝鮮王朝の音楽や舞をお楽しみください。朝鮮王朝の舞姫は、八頭学院建国小学校の児童たちです。なお、楽隊は、八頭学院伝統芸術部の皆さんです。など韓国グルメをはじめ世界のグルメが大集結、ぜひご賞味ください。わっそう、会場の東側はわっそう、ワクワク体験に広がるお子様に人気のパラリンピック。